その恐怖一つだけを少しでも減らすことができれば、人生はもう逆転します。なぜかというと、自分の中で一番自分を止めているのはこの恐怖だからなんだよね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、ひょっとしたら2019年をもう本当に爆発させる上昇。Yeah. Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. どうですか2019年は。なんかみんなゴールセッティングとかやって、年末年始のね、どういう感じで進んでるかな。まあちょっとあのね、年末年始じゃないんだけど、僕がまあ実際にやって本当に人生が変わった一つのゴールセッティングのやり方を、まあちょっと2019年のね、後半、1月の後半なんだけど、説明できればと思います。で、どういうことかというと、普通のゴールセッティングってなんか目標を狙ってバーンっていくじゃん、ね、これはいいんだよ。ここに行きたいから今自分の行動を変えないといけない、自分の考えを変えないといけない、そういうやり方もね、そういうやり方で前に進むっていうのもあるんだけど、実はですね、自分の中に入っている恐怖を外していくっていう進み方もあるんだよね。どういうことかっていうと、自分っていうのは必ず前に進んでるんだよね、好きでも嫌いでも必ず時間は動いてるわけよ。で、人間は進むわけよ、自分は。でもこの時に、進む時に何が自分の行動を、ね、コントロールしてるかっていうと、自分の恐怖なんだよね。自分の恐怖が、ここに行きたいんだけど、この目標のために行きたいんだけど、わーやろうってなったら超怖くなっちゃって、いやーってなっちゃうわけよ。だから行きたいところに行けない理由は 99% の場合は、僕は本当に恐怖が原因だと思うのよ。今日このビデオでは、どうやったらこの恐怖を実際に外していくのか、で、自分の中にはどのような恐怖があるのかっていうことをちょっと説明できればと思います。ちょっとこのビデオを見てる間はちょっと怖いなって感じる人がいるかもしれないんだけど、その前にちょっと3つのポイントをお伝えさせてください。一つはですね、千里の旅っていうのは一歩からスタートするんだよね。で、最初の一歩ってめっちゃ怖いんだよ。例えば自分のビジョンとか自分の目標に向かって、今のこの人生は僕にはふさわしくない、もっとこっちがふさわしいって言って、自分の宿命から運命に変わり出す時のステップとかめっちゃ怖いんだよ。どうなるのか分からないって。で、その一歩とか二歩とか三歩とかめっちゃ怖いんだよね。でもね、千里の旅は千里の旅なんだよ。だから最初の一歩やってても、ね、882歩進んでても同じなんだよ。旅は旅なので、共通点はね、一歩進んでる時恐怖出てきます。882歩やってる時も恐怖出てくるんですよ。で、この恐怖の内容は具体的に違うんだけど、共通点は恐怖っていうことなんだよね。だからこの恐怖っていうのは最初だけじゃなくて、後からも出てくるっていうことが最初の一つのポイントです。で、次のポイントなんだけど、それはあなたが恐怖を感じて怖いことがあったら去って逃げたくなるっていうのは大丈夫なんです。それみんな同じこと思ってるんですよ。どんなに今、ね、ちょうど本当に千人の旅で992歩の人でも恐怖を持っているんですよ、ね、全員地球中の人は恐怖を持っているのね。だから恐怖怖いなと思うのはみんな同じで、実はあなただけじゃないので、周りの中にこいつ絶対恐怖感じてないよなっていうやつがいたら、そいつは恐怖を隠すのがめっちゃうまいだけなの。全員怖いのよ、ね、だから自分が高校生で、ね、高校の中で人気者の男性がいて、ね、すっげえ、ね、ニコニコして調子乗ってるなって、実はそいつ超超心の中でなんか怖いことがあるの、ね、すっごいなんか可愛い女の子がいて、いつも人気な上司がいて、で、あー、いい子になりたいなって、実はその子も超怖いのよ。で、これ何歳にあっても絶対この恐怖っていうのは怖いわけよ。なので自分だけじゃないっていうのを知ってもらいたいのね。で、最後のポイントなんだけど、ね、この恐怖が怖いのは実はやり方が知らないから怖いって勘違いしてるだけなの。本当に実は恐怖っていうのはこの中に光があるよっていうガイダンスシステムみたいなもんなの。でも僕たちは勘違いしちゃってるから、それが見えてないだけで、本当はこの恐怖っていうのはやり方を
覚えるやり方を学べば、だいたい普通の恐怖だったら3ヶ月ぐらいでほぼクリアできるのね、 80% ぐらいまで。でこのやり方を多分あなたは今自分の目の前にある恐怖に対して教えてもらったことがないだけなの。だからやり方も分かんないっていう恐怖があって、でこれ断ったら、これやっちゃったら大変なことになってしまうっていうこの恐怖が重なってて、本当はレベル2とかのちっちゃいスライムなんだけど、これがレベル45のメガキングスライムみたいになっちゃってるわけよ。もうでっかいメデューサみたいな。でも本当はやり方を覚えれば意外とできるんだよね。だからちょっと勇気を持ってこのビデオを最後までやってみて、でぜひねこのビデオにはワークが入りますので、ぜひ一緒にやっていただければ幸いです。で僕もこれ実際にやってるので、本当に僕も怖い時もあるんだけど、こうやってみんなと一緒にシェアすることができて、本当になんか仲間が増えるみたいな感じで、でね本当に俺たちはね、こういう外の世界で何があっても俺たちは大丈夫だからね、俺たちは心の中でつながってるから、みんなさ、なあこの光っていうか愛でさ、だから怖いかもしれないんだけど、俺たちはつながってるっていうのは俺は気持って言うかもしれないんだけど、マジ大丈夫だから、ちょっとこのワークをやっていきましょう。 All right. じゃあね、この2019年に自分の恐怖を少しずつ外していくためのワークを始めていきましょう。まずステップ1はですね、今あなたが感じている辛いことは何でしょうか、ね、例えば本当になんか上司とか社長に思っていることを伝えることができない、ね、そのようなリストを書いて最大6個書いてください。もうできれば3個とか4個だけでも十分なの。本当に2つでもいいよ、1個でもいいよ。で6つマックス、本当にビデオを止めてこの後書いてみてください、ね、例えば、まあ、さっき言ったように同僚とか友達にはもう何でも軽く話せるんだけど、あるタイプの人が出てくると本当に話がうんってなっちゃって話しにくいわけよ。本当にこの人なかなか普通に話せないみたいな人がいるかもしれないんだよね。でそういう人たちからこれやってって言われたらマジ断れられない。でその断れないからもう大変なことになっちゃってるっていうこともあると思うんだよね。まあ、あとはお金についての恐怖を持っている人もいるかもしれないんだよ。例えば僕はお金の支払いがめっちゃ怖かったの。まだその恐怖はちょっとあるんだけど、すげえ良くなったんだけど、もう前はこのねお金が税金の支払いっていう保険の支払いとかが来て、で税金の支払いも来て払わないとってなって、もう本当にいっぱいお金がなくなっちゃうんじゃないかって、お金これ払ったら全部お金なくなっちゃうんじゃないかって本当にパニックしてて、自分のバンクアカウント、銀行の口座に入っていくら入ってるのかって見るのが怖かったんだよね。でもそれを無視してクレジットカードとかデビットカードでバン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 なんかショッピング行ったりしてたんだよね。だからお金に向き合うっていうのも一ついいテーマかもしれない。であともう一つはね、苦手な作業があるかもしれないんだよ、ね、例えば僕の場合だったら実はね YouTube 恐怖コメント恐怖症っていうのがあって、結構怖いことを前に YouTube で書かれたことがあるんで、マジちょっとコメントを見るのが怖いんだよね。でそのためになんかみんなにコメントをしっかり返事ができてないっていう状態にもなってるところもちょっとあって、だからコメントを見るところは、まあ、チームメンバーと一緒に見たりして、まあ、それもね僕2019年直していくところなんだけど、そのような感じでなんか自分が怖いなっていうところが、ね、感じていることをマックス6個ね、マックス6書いてみてください。 Alright、 でね次やることなんだけど、リストの中で一番ねあなたに不安と恐怖を出しているものを選んでくださいね、トップ1、OK、でここでちょっと2ステップに分けます。 All right. もう2019年は最高の年にするぞって本当に心の中から感じて、スパルタ系でやりたい人はナンバー1を選んでください。でも実は、ね、人生ってスパルタ系でやってもスパルタ系じゃないやり方でやっても両方うまくいくので、スパルタ系が楽しいなって感じてる人は、いや今年こそこのでっかい恐怖やっつけてやるぜわーみたいな、そういうタイプの人は一番自分の人生の中で怖い恐怖を選んでください。でまあそこまでさ、いやそこまでちょっとゆっくりやってこうよっていう感じはナンバー4とかナンバー3みたいな、あんまりプレッシャーを考えない、この大中小に分けたら小レベルからちょっと中みたいなレベルのを選んで一つ選んでください。Alright, so please stop the video or please select one topic. Okay? でね、次のステップ、ステップ3なんだけど、これはこの不安、この恐怖はあなたの人生にどのような悪い影響と結果を
出していると思いますか、ね、いわゆるどのような人生のコストになっているのかっていうことなんだよね、まあ、例えば仕事を断れないっていうのは、ね、ひょっとしたらこの仕事を断れないために、ね、その職場での不安もあるかもしれないし、実際にその仕事が終わったら結構夜遅くなってて疲れてるかもしれないわけよ。で、疲れてる時に家に帰って睡眠不足になってて、またそのサイクルを何回も週5回6回繰り返してるかもしれないから、週末もしっかり休めてなくて、で今度それが本当に仕事が大嫌いって思ってなって、そういう影響も出てって、でそういう上司が来るとビビっちゃって、いろんなその仕事を断るっていうところだけの影響じゃなくて、いろんな家族にも面出てるかもしれないし、友達とかいろんなプライベートの人生にいっぱい影響出てるかも思うんだよね。そうだから本当に手強い恐怖だったら、メンタルとか精神的にあなたはどうなってるの、ね、そしてあなたの仕事、あなたのキャリアにどのぐらいその影響が出てるのか、自分のプライベートの人生、家族とか家庭にどのぐらいこの影響が出てるのかっていうのを書いてみてください。 Alright、 次のステップ、このステップ4なんだけど、これ怖かったらスキップしちゃっても大丈夫です。 Alright、 だからこれはボランティアワークです。 Alright、 このステップは、もしこの影響が5年間続いてたら、あなたの人生はどうなっちゃうと思います、現実的に、ね、Alright、 これはちょっと怖かったらやらなくて OK です。じゃあ次に行きましょう。 Alright、 次のワークなんだけど、これは簡単だぜ。 Alright、 もしこの不安、この恐怖があなたの人生からパーってなくなったら、どういう感じになると思う？マジ、どんな人生変わると思う？もしそのね、今からパーってマジその恐怖が消えちゃったら、パーってほわって軽くなる、なんかもっとなんかね、モノクロの人生に色がつくとかね、ちょっとそういう感情を紙に書いてみてください。どうなるんだろう、この恐怖がパーってなくなったらね。Alright、 じゃあね、ここからちょっと、まあ、2段階目っていうか、プランを立てていって、どうやって今この恐怖をなくしていくのかっていうことについてお話しできればと思います。で、どういうことかというと、これからですね、現実的な3ヶ月間のプランを立てていきます、ね、で3ヶ月間の間で今の恐怖を減らしていくっていうプランを考えていきます。Alright。 でね、これは中には今めっちゃ怖いっていうのを感じてる人もいるんだけど、大丈夫、一人じゃないからね。Alright。 だからちょっとずつゆっくり進んでいきましょう。で、ちょっとここで、ね、改めて復習していただきたいポイントは、あなたがこの感情、あなたがこの不安に怖い理由は、多分、本当に多分、その問題の解決法を教わったことがないからだけかもしれないんだよ ね。例えば、ね、上司とのコミュニケーションが怖いっていう人は、その話し方の本とかを読んだり、その話し方を、怖い人との話し方っていうコースをまだ人生でダウンロード受けてないだけかもしれないんだよ、ね、お金について怖いなっていう人は、じゃあお金ってどうやって管理するのっていうレッスンを受けたことがないだけかもしれないんだよ。で、よくあるのは、実はこの恐怖って大きい勘違いの可能性もあるんだよね。まあ、実際に恐怖を感じてた時は勘違いじゃねえよって思うんだけど、本当に怖いって思うんだけどね。Alright。 なので、ちょっと現実的な3ヶ月間のプランをやっていきたいと思います。で、まず最初にやっていただきたいポイントは、ポジティブなアファメーションを書くことなんだよね。ポジティブなアフォーメーション、ね、どういうことかというと、例えばちょっとノートとかに書いて、 できれば自分の洗面所の鏡とか自分のクローゼットにパッてポステッドノートで貼ってもらいたいんだけど、ノートにテープ貼ってとか、ね、で毎日見るみたいな形にしていただきたいんですけれども、自分が、ね、例えば上司からの、ね、話せないっていう恐怖があったら、ね、アフォーメーションに何て書くっていうと、ね、私は気持ちよく上司をとお互い尊敬しながら会話ができるって書くのよ、ね、例えばお金の場合だったら、私は気持ちよく自分のお金のエネルギーと付き合っていくことができる、ね、だから上司
上司とうまく話せるようになるみたいな普通のゴールセッティングにしないで、もしもう最高の現実になっていたらっていう感情的なアファメーションを書くのね。 OK、 でまずそのアファメーションを、まあ、できれば毎日、特に最初の2週間は毎日見ていただきたいんですね。でこのウィークリープランニングをやっているとき、日曜日の夜とか月曜日の朝、ね、この週のプランニングをやっているときに、この3ヶ月の目標はその恐怖一つだけを少しでも減らすことができれば人生はもう逆転します。なぜかというと、自分の中で一番自分を止めているのはこの恐怖だからなんだよね。だからこの恐怖を少しでもちょっと減らすことによって、間違いなく信じられないほど人生は変わっていくわけよ。なぜかというと、中が変わると、ね、考え方が変わると今度発言が変わるんですよ。これ言ったらダメだなっていうことが、いや言っても大丈夫なんて言えるようになるわけよね。でそうするとそこの結果が自分の行動を変えてくれるわけよ。相手の行動も変わって自分の行動も変わる、すると結果が変わるんだよね。だからこの発言をコントロールしているのは実は恐怖なんで、この恐怖を減らしていくと思いっきり人生が変わるんだよ。だから本当に3ヶ月間ちょっとゆっくりやっていってもらいたいんですよね。で次に考えるものは、よし、じゃあどうやったらこのやり方を学べるんだろう、ね、どうやったらこれできるようになるんだろうって考えるんじゃなくて、やり方が知らないだけなんだ。やり方はどうやったら学べるんだろう、ね、だからやり方を見つけるためにこの病院に行くわけよ、ね、この病院は本屋さんかもしれない、 YouTube かもしれない、Google のインターネットかもしれない。この恐怖はどうやって外すんだろう、この断る方法はどうやってやるんだろうっていうのをパッて出すわけよ、ね、するとオンラインコースとか本とか YouTube のビデオとかが多分いっぱいあると思うんだよね。で中にはコースとかもあると思うんだよ、セミナーとかもあると思うんだよ、ね、でひょっとしたらすごいキャンセラーをに相談するっていうのもすっごいいいと思うんだよね。キャンセラーはすごいいいと思うんだよ。またコーチとかもいいよね。でひょっとしたらなんかその Facebook グループもあるかもしれない、または自分でそういう過去にそういう経験があって、で今はそれを手伝っている人たちもいるかもしれないし、なんか同じ友達もそういうのを感じてるかもしれないんだよね。だからポイントはちょっとここすごい難しいかもしれないんだけど、一人でやらないっていうことがすごい大切なんだよ。で自分の大切な仲間にもう堂々と自分の怖いことを見せちゃって、弱いことを見せるのが本当は強いんだよな。だからちょっと怖いかもしれないんだけど、自分の家族、だから自分をバカにする人とかには相談しなくていいと思うんだけどね。だからその自分の人生の大切な仲間とか家族とかに、いや実はこういう恐怖があって僕はこれを外していくために頑張っていきますって、サポートお願いしますって言うんだよね。 All right、 でね、ここで最後のポイント、もうね本当に今日いっぱいお話しさせていただいたんだけど、一つだけ覚えていただきたい、もうこれだけでいいのね。でそれはね、次この恐怖が来たら、今この恐怖来てるなって意識して理解することだけでいいの。解決法は考えなくていい。なぜかというと、あなたが気づいたことによって自然に解決されていくんだよ。なぜかというと、今あなたがこれは直していきたいことだって理解したから。だからまたこの恐怖が来た時はもう本当に何にもしなくていい。もちろんね、なんか本とか読んだりね、こう今言ったことはすごいおすすめなんだけど、それがちょっと面倒くさいなとかそう感じたら、本当にまずは、あ、今この恐怖の波が来てるなって。で最初は来る時はもう津波なんだよ。もう何にもできない、溺れる、死ぬ、うわーってなんだよ。でもだんだん津波が大きい波に変わってきて、で2、3週間やってると、うわ波だと思ったら、あ、今空気吸ってる、うわ溺れちゃったってなって、
でそれまた数週間やってると、おおこのぐらいで、おお折れたけど、おお、あ意外と慣れてきたなって、で今度なんか腰あたりになって、で足あたりになって、で最後はなんか、あの波が来るからちょっと海から逃げとこうみたいな感じでスルーすることができるわけよ。いわゆるこれをやっていると、その感情を選ぶか選ばないかっていうことをチョイス選べるようになるんだよね、気づくことだけで。なのでですね、ちょっと長いビデオになっちゃったんですけれども、2019年、もちろんね、よしこういうね、じゃ あのダイエットのゴールとか、ね、筋トレのゴールとか仕事のゴールとかもちろん持ってください。でも忘れないのは、最初の1歩、最初の5歩、最初の100歩、最初の882歩、同じ共通点は必ず恐怖っていうのが自分のレベルによって現れてきます、ね、882歩の人はレベル1の最初の一歩の恐怖はもうレベル1のスライムなんですよ、ね、で882歩の時には自分に適した敵が出てくるの。ドラゴンクエストもそうでしょ、レベル1の時はレベル1のスライム大変じゃん、ね、でレベル10になったら楽勝じゃん、でもちゃんとゲームやってたらレベル10の敵が現れてくるでしょ。そういうものなのよな。だからポイントはこの恐怖があって気づいていくワークをぜひ一緒にやっていきましょう。 Alright, you guys, I love you guys, and I will see you next week.